ら目障りなんだよ。てめえらどっか行け。なんだ。おい、あんた起きろ。くそ、奴らだ。堂島組？堂島？何言ってる？こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも二人いるぜ。ヘイ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 。あれ？そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね？ここにいんだから同罪だよ。同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの？やめてくださいだろ。なんだこいつ。ああやってくれたよ。これ大怪我だよな。一車両一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうです、僕らガキの未成年です。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ。ぶっ殺せ。だね、そろそろ本気でやっちゃう。いっぺん人が死ぬとこ見てみたかったしさ。お前、こんなことしてただで済むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ、悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それに謝る相手を間違っている。なあ、これ君んだろ。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろやめろよバカ野郎。しっ、もうみんな寝てるんだ。声が大きいよ。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか、
そういや、まだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん、そうか。やっぱりね。確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ。ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。ふん、そうか。よう、桐生さん。客が来てるぞ。あんたを探してる。客？堂島組か。いや、立花不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか、すまん。そいつは今どこにいる？公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。よう、桐生君。よう、桐生君。小田、あんたが迎えの人間か。まあね。昨夜はゆっくり寝られたか？寒かったろう。いや、いい宿が見つかったんでな。それより立花は？社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか？